サッポロファンクミュージック。ファンクミュージック気にしない音楽の難儀なロジックインスラ踏めない奴らはパニックマニアックのミュージック俺はまるでソニックグッサイガッサイ気にしないダークサイ毎回ローファイこの際ノーサイゴーサイ出た日にはどうだいもう一杯ファンクについて今みなに言いたい。ファンクについてですね、一度今ちょっと定義を上げたいんですけれども、結局ファンクというものですね、聞き手の感覚によってですね、いろいろこう変化するものでありまして、非常にこの定義付けはですね、非常に曖昧なものでありまして、ブラックミュージック、あるいはヒップホップミュージック、いろんなミュージックの中が溢れている中でですね、ファンクという位置付けはですね、結構曖昧なものでございまして、例えば代表的に言えばジェームス・ブラウン、スライ&ファミリー・ストーン、P ファンク、アース・ウィンド・ファイヤー、オハイオ・プレイヤーズ、クール・アンド・ギャング、代表的なバンドはそこら辺でしょうかね。彼らが作り上げた、ファンクというこの心が突き上がるですね、ハートが突き上がる音楽、これがファンクなんですね。Yeah, come on. Hey.